昭和47年13番組目ハゼドンですこれはサンライトさん初のテレビ漫画だというふうに言われておりますあのサンライトさんもねロボットもので非常に名を成したサンライトさんも一番最初はこういういわゆるメルヘン調のものだったわけですよねというのは当時やっぱりミナシゴハッチが大当たりしていたっていう影響が非常に大きいと思うんですよあれは昆虫を擬人化したアニメこちらは魚を擬人化したアニメで どちらも、ね、母いものなんですよねただハッチのお母さんはどこかにいるけどもあのハゼドンのお母さんはもう亡くなっていてでお母さんが遺言でね「強い魚になりなさい」みたいなことを言うんですよ。でハゼドンはその母の形見の、うん、笛だっけ主題歌でもね「ママの形見の横笛吹けば」って言ってるけどその,その横笛を片身に持ちながら「 お母さんのことをを、ね、思いいながら旅をするっていうね強い男になるために旅をしているそのハゼの話なんですよ。でまあ内容はともかくとしてこの企画は主題歌を見ていくわけですけれどもまずオープニング主題歌これは2回変わって1回変わって2曲あるんですよね。でその順番について実は現在のところウィキペディアさんでは。 僕はハゼドンという歌からハゼドン温度に変わったって書いたんですけど、これは違いますね。私の記憶では。あの、最初はハゼドン温度でした。これ私第1回から見ているので。ハゼハゼハゼドンハゼハゼドンってやつね。ママの形見の横へ吹けば、これが最初のオープニングです。ウィッグエティさんは逆に書いてますね。で、途中から変わったのが、僕はハゼドンっていう歌で、 悪いやつにはヒレがなる僕はハゼドン正義の子ハゼってやつなんですけどねただどちらもオープニングエンディングが入れ替わってるっていうことなんですよつまりハゼドン温度がオープニングの時は僕はハゼドンがエンディングでで僕はハゼドンがオープニングの時はハゼドン温度がエンディングだったとまあ海のトリトンとかハクション・ヘモとかあの辺と同じ感じですね。 オープニングエンディングが途中で入れ替わるという形になってるみたいで、まあ、それは何でかっていうとおそらく温度っていうふうになってるからこれ秋から2ークール26回なんですけどあの正月あたりに温度っていうのがオープニングだと何かおかしい感じになるからとかそういう感じだったんじゃないですかねそれ以外の理由がちょっと考えつかないのでで 最初のオープニングがねハゼドン温度だっていうことはもう私の記憶で多分間違いなくてねハゼドンの主題歌ってこのハゼドン温度で記憶してるんだ私はで第1回から見てるので、まあ、ほぼ間違いないんですけどまあ傍聴としましてね主題歌レコードこれはコロンビアさんとキャニオンさんから出てますでどちらも一面がハゼドン温度です、ね、子供向けの主題歌レコードでオープニング主題歌 が2面に来るっていいうののはままほぼないのでね、まあ、間違いないと思いますよ。しかもご丁寧に <laughs> 主題歌ハゼドン・温度副主題歌僕はハゼドンってなってますからねまあこれはもう間違いないと思います。私の記憶とも一致しますからねハゼドン・温度が最初のオープニングだと思います。でそのハゼドン・温度の作詞が矢倉田は,はじめさんとなっておりますが。 ここのの方はアニメの仕事、いいろんなことやっってらっしゃるみたいですね。編集とかもされてるみたいだしで、このハテトンにおいててては、原案ってなっなます。どういう、ね、経緯で原案ってなってるかわかんないけどそもそもサンライズって会社がね要するにこれが最初の作品なので、まあ、いろんなところから人材を集めてるわけでしょうからでいろんな形でね試行錯誤で作ってるんでしょうからまあまあ,あそこら辺でね櫓澤さんが原案ということになったんでしょう。 でその原案の人が作詞をするっていうのはねこれまでもあったことですからまあそういうことだと思いますで作曲が小林亜生さんですこれなんで小林亜生さんが使われてるかっていうことになるとですねちょっとその前にですねレコード関係の話をした方がいいかなと思うんですよねこれ先ほど申しましたようにレコードはキャニオンレコードとコロンビアと2社から出てます 音盤制作は富士音楽出版という富士テレビ関連の音楽出版会社なんですけどもでキャニオンレコードっていうのは富士テレビ系列のレコード会社ですよねだから富士音楽出版が作った以上キャニオンレコードが担当するっていうのはねキャニオンレコードから出るっていうのはまあごくごく自然というか当たり前のことなんですけどこれまでテレビ漫画っていうのはまあ漫画に限らずですね子供向け番組の レコードっていうのは、あの商売最優先、企業最優先ではやってなかったんですよね。昭和四十年代前半までは。だから、必ずしも富士音楽出版が作ったからといって、キャニオンレコード独占ではなかったし。で、キャニオンレコードが富士テレビの、その主題歌を専門的にやってたかというと、そういうこともないという感じなんですよね。昭和四十年代前半まではですよ。だから、ピンポンパンのレコードなんかは、別にキャニオンレコードから出てないし。 他のレコード会社からいっぱい出てるという感じなんですよね。ところが昭和46年にですね。ピンポンパンが石毛京光年さんに変わります。で、この時にピンポンパンのプロデューサーの人も変わったんですが、それっていうのはフジテレビの編成の方で非常に大きな転換があったらしくてね。この辺の話はあの木村ディレクターコロンビアレコードの木村ディレクターの著書から。ちょっと拝借してますけども。 とにかくまあフジテレビの編成の方で方針転換があってピンポンパンに対してもう積極的に視聴率を取りに行くという形になったらしくてでついてはレコードについてもねこれまではまあ出したいところに出させてたみたいなんですけどねあの初代お姉さんの渡辺直子さん時代はね出したい音盤会社から出させてただから東芝も出したキングも出したビクターも出したソノラマも,も出したという感じになってましたけど。 これからは一社でで独占ししててやっっもららううといい形になったらしいんですよそういう挨拶状が木村ディレクターのところに来たっていうんですね。でこれは相当やる気だなと木村さんは思ってでこんだけやる気だったらこちらもじゃあ本気で取りに行こうみたいな感じで木村さんはね社内を説得して他のレコード会社とかを突き放すような。 で先行していた「お母さんと一緒 NHK のねあそこからあ算出できるような売り上げの3倍くらいの契約金っていうかねそういうお金を用意しようというふうに社内を説得したらしいんですよ相当すったもんだったらしいですけども最終的にはコロンビアを説得してでそのまあ入札っていうかなそういうふうな回答をしたらば見事にコロンビアが独占することになったとピンポンパンの音楽をね。 でどうもあとの感じでは他の会社は出てなくてコロンビアだけが出してたみたいなつまり「ピンポンパン」ってその頃は全然相手にされてなかったというかあのレコード会社からね出してもそんなヒット曲出てないんですよピンポンパンのレコードってそれもそのはずで売れるような歌を作ってないので当時はあくまでも童謡っぽい歌ばっかりを作ってたのでね でピンポンパン体操も初代のやつはそんなにこう子供心をつかむようなものでもなかったので売れてないんですよねだからわざわざフジテレビがそうやってね入札みたいな形で独占だからどうしますみたいな感じでやってもいやそこまでしてっていう感じだったらしいのね他の会社はでもコロンビアの木村さんは、まあ、生産があってですねその入札に応じたということなんですね でちゃんと独占してですねあの「ピンポンパン体操」という超特大ヒットを生み出すわけですね。何百万枚と売れたというあの「ピンポンパン体操」が出たんですけど「ピンポンパン体操」っていうのは12月25日発売だったらしいんですけどもう出たと同時にバックオーダーバックオーダーでもう100万枚突破確実な大ヒットっていうのはもう明らかだったらしいんですよね。で木村さんは実家に帰ってのんびりしてたらば。 なんともう年明け早々にフジテレビのプロデューサーから電話がかかってきて悪いけど1月2日にちょっと来てくれないかっていうわけですよね。で急遽呼び出されて菊村さんがねもうスケジュール大変だったんだけどねもう夕方の6時に着くんであさって行きますってことになったらば何時でもいいから明日来てくれないかじゃあ6時以降でっていうふうになってそのぐらいね ものすごい幕で呼び出されたとということなんですよで木村さんはもうそれでははもうピンときたんですねあこれはしかない信孝さんが絡んでるなとこんだけの慌てようはしトップの信孝さんが絡んでるなってピンときてということはそのピンポンパン体操がキャニオンで毒出してなくてコロンビアで独占のことだろうともうそれピンときたんですね時期から言って。での定行ってみたらそうで ピンポンパンポパ体操が大ヒットっていうニュースは鹿内さんの耳に入ってたと。でそのことでねキャニオンのことで関係者の人に「おめでとう」と言ったらば「いや私は何も聞いてませんが」って話になって「どうしてそのフジテレビの番組のピンポンパン体操がキャニオンでなくてコロンビア独占なんだ」って言って関係者怒鳴りつけたって言うよですよね信孝さんが。まあまあいかにもありうる話で。 それでそのフジテレビの関係者編成局長から何から慌てふためいてどうかお願いですからキャニオンからもピンポンパン体操を出させてくださいという風に頭を下げてきたわけですよそういう事件があったもう小道徳から言ってありえないわけですねだってもう独占っていうことで契約してるわけしかも向こうから <laughs> あの行ってきたわけだからね 一緒に任せたいいと思いますで,でどのような条件を出してくれますかみたいな感じで向こうから行ってきたのにそれをさいい結果が出てからやっぱりうちにもやらせてくださいって話だからおかしい話なわけですよ。でもまあいろいろとね揉めてもね相手はテレビ局だしいいことないんでコロンビアの木村さんはまあ落としどころいろいろ考えてじゃこれからどうするんですかと、ねで。当然キャニオンは これからのピンポンパンから出てくる歌は全部独占しようっていう腹だけどもやっぱりこういう風になってるからねいやこれからもコロンビアさんとは協調してやっていきますっていう現地をもらってそれでまあ一応一見落着したということなんですよだからピンポンパンのレコードってこれ以降はほぼすべてね一二枚例外はあったと思うけどほぼすべてのレコードがシングルレコードねあ RLP もですね ほ,ほぼ全てのシングル LP がコロンンビアととキャニオンと2社から同時に出てんですよ私これに気が付いてたんで多分そういうことだろうなと思ってでそういう話だとしたらばやっぱり当時のトップの歯科内さんに怒られたんだろうなって <laughs> やっぱりピンときててどっかのブログ記事で書いたことあるんですけどその読みはぴったりだったんですよね。 やっっっぱりそうだだたんんななとと思ってじゃないいおかしいですもんずーっとピンポンパンのレコードをコロンビアとキャニオンが同時にね出してるわけその2社だけがねずーっと同時に同じものを出し続けるんですよ。それってねのはやっぱりこのピンポンパン体操の時のその吸ったもんだでね、えー、そういうふうにじゃあ強調してやっていきましょうってなったわけででこのフジテレビのテレビ漫画であります「ハゼドン」の主題歌においてもですね そういういピンポンパンポパでで揉めた後です昭和47年ですからねなので本来であればキャニオンが独占で出したいところなわけですがコロンビアさんにはやっぱり配慮して出したければ一緒に出しましょうってことだったんでしょうねでその時ですよそのピンポンパン体操の作曲をしたのが小林亜生さんですよね。なのででで、まあ、ここでねコロンビアさんと強調しててやっていく中で おそらくこれがキャニオンレレコード最初ののテレビ漫画主題歌な,のかなあまあその騒動があった後の最初のキャニオンさんの、まあ、本来であれば独占したかったレコーダーだと思うんだけども、ね、それでコロンビアさんかませるってことになってで、えー、発端となった小林亜生さんをここで使ってるってことじゃないかなと思うんですよね。 で分からないのがその歌を歌っているのが泉泉ささんんんいいうう方方なですねこの方は橋田憲彦とエンドレスのメンバーだったこともあるみたいな感じで、まあ、主にフォークバタの人だと思うんですけどもねいろんな音楽活動を変遷してらっしゃるようですが。 なぜこの「ハセゾーン本土」の主題歌をいきなり歌っているのかっていうのは謎なんですけどまあおそらくねキャニオンさんですからこれキャニオンというかねあの富士音楽出版さんが作ってると思うので、えー、その子飼いの歌手の人がこの頃まだあんまりいないと思うんですよねほぼでテレビ漫画を歌えるような人がいなくておそらくねでオーディションの形を取ったと思うんですよねで恐らくオーディションで泉さんが選ばれてるんじゃないかなと思います。 そして2曲目の「僕はハゼドン」を歌っているのが水森アトさんですけども、まあ、この方は小林亜生さんとつながりがあるので、まあ、亜生さんが選んだんだろうなというふうに思いますよね。あっこちゃんのエンディング主題歌であります「好き好きソングね」ね担当してました「うんうんあーあなっとのあの歌ですね。あれで出てきた水森アトさんですけどそれ以来2曲目のテレビ漫画主題歌かな。 まあこういうなんだろう絵柄はほのぼのした感じのメルヘン調の世界なんでそのメルヘン調のイラストを描くアトさんを選んだんじゃないかなと思いますけれどもね。